もしれないからねあなたの役いや、ほんとわかんなかったよ、さっきのゲーム。9番が地紙して、シングルラインがそこに9クロっていう不思議な状況で、ニ段は使える状況だったから。で、38の9クロがエミフになるから。3番サイすれば、ある程度8番の芯の可能性が莫大になるっていう。 これ3日目だったら逆聖様が発動してたかもしんないしね。逆聖様、ま、いやー、発言せざってした方がいいよな。さすがにあそこまでバグってたらやっぱり、さすがに発言せざゲームだから、発言じゃもう言えないようなレベルまではやっぱり追うのもどうかっていうわは、出っていうかもう言い間違いのレベルじゃない範囲内をさすがにシーンを見ても、それで負けたらしょうがないっていうね。 いや、3日目だったら逆生産マンが発動していた可能性はゼロじゃないからね。4日目だから。逆生産マンが発動したかもね。万が一50、50%ーね。普通に考えられば八シなんだけど。均衡論的な話で言うと。逆生産マンのは怖いよね。逆生産ってほんと怖いよね。やっぱり。うん。 さすがにやばいレベル分ので、同心項までは推奨しないが、まあ、自分の位置でパーッと出てくるし、許容しますっていう感じですかね。はい。ちょっと自分の発言を奪われちゃうかもしれないですけど、一生懸命話すんで、それはありでいいかなと思ってます。役職の人が決めてくださいっていう感じかな。あとね、どうしようかな。頑張る、頑張る宣言しようかな。あの 自分の位置2周目い1本はあの怪しい位置っていうのを絶対言います。絶対言います。それくらいです。はい。頑張ります。9番さんが発言します。まあ、怪しい位置を必ず上げるのに、えっと、まあ、生産伸ばしたいのかかわらず、まあ、自身は、 自分の位置で出られてもいいって、なんか、めちゃめちゃ運してるし、大丈夫かなって、一幡には思ってて、うん、そこがなんか怪しんでる位置が逆とかだったらどうすんのかなって、さすがに、こう、ドーンってま出られた場合って、なんか、そこの思考って、思考転換できて、なおかつ、 ストリーで上げれるのかなと思った時ってなんか言ってること変だなと思ってて8番が役を持ってないとなんかそういう発言できないんじゃないかなと思ってるから役がなければ疑おうかなと思ってますはい,い1番3が発言しますうん、8番と9の方が引っかかるかな9万と8番が役持ってなかったら おかししいいみたいな発言してる八番って飛躍すかしてるやん。って思ってて、俺変な人釣りたいのね。一周目って。一日目って。その時って、八番が俺の位置で出てもいいよって言ってる時って、八番の発言伸びなかったら番釣ったりだけの話やから。って思ってしまおうかな。八九比べたら俺九の方が変に見えた。 二周目八番伸びんねと八番釣ったりだけの話だから。はい。僕は一日目は変な人を釣りたい。人の迷いをううちに変な人を釣りたいと思ってる人物なんで、九番視点で八番変に思ったやつは八番釣ったったらええやん。二周目伸びたやたら八番残したらええやんって思ってしまうから、俺九番の発言がよくわからなかったです。以上。二番、三番。 発言しま,す、うん、まあ9番が変ではないけど、まあ、1番の言わんとしちゃうことはわからんくはないけど9番は8番はできないんじゃないのっていう思考だからでも矛盾はしてないのねまだ矛盾かどうかは決まってなくて8番が1本上げれたらそれが矛盾じゃないんですよだけど9番から8番の言わんとしちゃうことはわからんくはないじゃん別に。 8番って本当にできるんですかって話ですから。言ってることと、整合性は取れてないよねっていう発言だから、別に9番がおかしくはないんですよ。で、8番の2周目。それはそうなんだよ。だけど、1番が9番に対しておかしいっていうのは俺は違うと思ってて、9番、8番比較したら9番みたいな思考が普通ですよ。だから、8番2周目。 3番3が発言します。いや、一番の印象がいいかなと思います。えっと、まあただ8、9対比したときには俺は結論8かなと思ってて、俺途中まで気分いいなと思ってたんですよ。気分が普通に8釣りますぐらいの釣り押し方だったらいいなと思うんだけど、トムラス化した上に結局、 まあこれ9番の指摘真っ当だと僕は思ったんで、そこはいいなと思ったんだけど、やかり釣りをしてほしいなって思った。だからそこは、俺8番9番ローローとかのやりとりにちょっと見えたんだけど、2番さ、どうか、8もステイしちゃうって感じか。俺は8番はもう釣っていいかなと思ってる。いらない。2番も怪しい。 まだ言ってることがわかる9番の方が、俺はステージ。一番上っていうこともあった。ただ釣り順の優先順位俺とチェックって感じ。はい。4番さんが発言します。はい。4番、プリティことヒッキーです。よろしくお願いいたします。8番さんから始まって、うん8番さんのその頑張る宣言 しますっていうところは私はそこが良かったのねその自分の位置で出てきた時になんつうんだろうなその精査をしますっていうところだったんでしょ9番さんは怪しい位置を言うのであれば心配をしている発言なのさ8に対して本当そこできるの役を持ってなかったら疑うよって9番さんは言ってるわけよ。 なんで、ね、えー、っと1番さん89疑うんだったら変な人を疑って9の方が変そこに差をつけるのが私は1番さんが変だと思っていて2番さんはその89は2周目っていうあなたの発言ですはいわかんないですはい 2周目かなと思いますよ。2番4番と1番3番でなんか割れてるっていう8番9番の考え方がざっくり言うと。はい。2番4番、1番の方に疑問を持ってるでしょ。3番は1番に同意する部分があるってことなんでしょ。うん。まあ、あの、重きを置いてるのは8番の方の黒だけど、9番も若干の黒があるから、それを叩いてる1番にまあ同意する部分があるってだからなんか割れてんなっていう村です。しかわからないです。 なんか3番と2四の視点が1位を見る視点が違うんだなとか思ってる感じです。うん。から見るとそういうことしかわからないんで、うん。まあ、2周目聞いて、グレーセンサー聞いて怪しいところを探したいなと思いますけど、わかりませんね今、今、うん。どっち派、どっち派ということも言い,言いようがないっていう。追われてんだなっていう感じの。うん。はい、以上です。 6番さんが発言します。はい、6番市民陣営でした。まあ、今5番さんが、まあ、困っちゃってるみたいな感じだったんで、まあ5番さんは白黒つかなかったです。まあ、あの、9番さんの発言、あ、いや、違うな。あ、9番さんの発言二面性ありましたよね。8番さんは、まあ結局、あの、ポンポン出られてもいいって言ってたんですよね。ポンポン出られながらも一1本指摘すると。で、9番はそこに指摘した。 えー、まあ、本当にできるんですかと。ただ、えー、役職なかったら釣ります、みたいな。ちょっとそ,そうですねあ。3番さんが、多分3番さんが言ってたと思うんですけど、前半までは良かったんですけど、9番、役持ってなかったら、みたいなところはちょっと強すぎるかなと思いました。で、1番さん、まあ、確かに9番さんの変は変だったんですけど、まあ、あの、矛盾っていうワードがですね、矛盾はしてなかったんで、8番さんの発言は。えー、で、2番さんが9番さん1番、 に対してあの公平に、えー、打ってたんで二番さんは今一番印象がいいです以上です7番さんが発言しますうーんまあ釣っていいかなと言った五5番かなちょっとわからないじゃなくまあわからないは別にいいんだけどその自身でそのこの状況下で どう思うかっていうのを述べてもらわないと。8は、その、89のを聞いた1324っていうのを明言するんであれば自分はどっちよりとかでも言わないと。俺ら目線5番やっぱ濁っちゃうよね。色が見えない。隠そうとしてるって思う。僕しては思っちゃうかな。まあ番さとりあえずどん進行にみんなしたいみたいだから頑張ってね、八番。 別にろう何だ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 番う何だろう何だ七番何だろう何だろう何だっう何だろう何だかう何っろう何っろう何だろう何だろう何だろう番だろう何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 だろうかだろう何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 だろうかだいう何だろ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 だろう何だろう何だろう何だろ じゃあ、95にしよっかな。一世、ね、できねえだろ、<あ>もうド。ドーンだよ、無理だろ秒指定だよ。7番が出てた。7番が出てる以上、はい、ドーン進行不可能じゃん。はい、対抗9番3。3役持ってねえのかよ。じゃあ3怪しいんじゃね普通に。3持ってる感じじゃねえの なんか発言的に9が途中までみたいな話よかったけどからのでも8番で言った八8はんかなんつうのかな飛躍していらねえみたいな話じゃ8の精査何なんだ3おかしいって6についても3の発言ってたとこ気づいてるにもかかわらずそこまでね原文そのまま言ってみたいな話林まえ先生もうおかしい6については1と9については意見の違いみたいな話が特におかしい発言はなかった ここは完全に釣り位置みたいな感じ。今日の SG1 って言ったところを分かる。まあ、7番さんしての通りりって言ったような形。まあ、遠方で7番さんだから7番さんが決めればいいと思ってるけど、おかしい。この盤面下においては、仮を出して、えっと、なんだろうな。腕から詰めていい盤面だと思う。それくらい7番さんが決めればいいと思う。以上。ああ、30秒もったいないね。ドーン進行する。全然1、まあもうちょっと言うか。 まあまあ60秒でさ、一つのこと、なんか言えないって無駄って何なの怪しい位置とかを喋るとかってできるに決まってんじゃんとかって思って、それに対してって言ったところ議論もおかしいと思う。まあまあハードル低いよね。一本だったら。だらそこでなんかこういう議論になること自体おかしいと思うっつって。はい。まあ例のお続きだったら、あれで9番さんから言ってください。 3番,3番が発言しま,すまあアイシムむテンイコール俺は役なかったら8番釣りますっていう思考ではないから、まあ、そもそもまあ7番1画したけど、まあ、そこがちょっとずれてるかなってなんか6番にも当てはまることがあってねえ,えっと、まあ、そもそも3番思考の中でえっとまあ一番の思考がまっとうだって九、まあ、番 それでステイってなる思考が分からなくて3番思考で8番が処刑したいんだっていう思考があるんであれば少なくとも1番9番って明らかに意見としては割れてる意見を持ってるにかかわらず1番がまっとうだっていう3番思考が俺は理解ができずえっと6番に関しては俺がえっとまあその要素で8番釣るっていう要素にはなってないからまあ思考がずれてるなと思ったのぐらいでは3番と6番 でまあそこまで行ったんだったらまあ知っていいの連れまで行ってほしかったみたいな三院議会言ったけど俺は霊能士を持ってるからこそ8番にそういう思考を向けてるだけなんではいまあそ,それだけですねうん現状8番は巨人かなと俺は現状思ってるからこそ、まあ、グレー詰めたいなって思っております、はい、気になるのは3番6番 一番に関しては一番の思考をまあ9番にぶつけてるなっいな6番って白だけど西村先生聞くしまあそんな感じあとはまあ5番思考まあ7番とか5番気になるみたいって言ってたけど、まあ、しょうがなくないあの議論の中ではと思ったはい以上1番さんが発言します <laughs> 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 はいな。なんか隣に居るおばさんがうるさいんですけど、えっ、ー、とね、僕が6級比べたときに9のまねじゃっぽい。うるさいって喋ゃべらんといて。じゃあ、8級比べたらうるさいから。どう思すみません、すみません。ちょっと切ります。2>, 2>, 2番、3が発言します。はい。 まあ発言は聞けませんでしたけど、なんか6級とか言ってたけど、8級ですよねで。9番は偽かなって思っちゃったけどな。6番は白。六6白ですから、まあ、ここと、あとは、ね番。8番を強引で置いて、6番を怪しんでるのが変やなも一緒に出るべきですよ。8番に視点を持っていくんだったらね、そこまで役があって,ってで、矛盾をしてるなて9番出てややればいい で,できるの役がなかったら釣りますって、なんか、試してる時点で、もうなんか、何な,なんだろうね、わかんないけど。まあ9番が例のよりも8番が例の持ってる方が、まっすぐは通るかなぁと思います。まあ、グレーから行くのもありですけどね、わかんないんで、一番はわかんないですね、ちょっと。 どうなんでしょう、ね、まあ5番は色が見えないから駒落とするのもありやと思うしもう5番が2周目どういうスケールを上げるかにもよるか7番決めればいいと思うけどはいえー、のからいくんだったら9からいきます上、はいえー、からいくんだったら発言聞かなきゃ分かんないって状況ですかね 3番さんが発言します。はい。8番さんが、役の方は好きに動いてくださいみたいなのって飛躍発言じゃないって俺は思うんですよ。ただ、それを受けて9番が、心霊能のカードを持ってて、そこに気づけない。のが、俺は9番の偽要素かなって思ってるんだけど、 俺はその落ち度が二人からあるから俺は割とフラットで見てます。芸能だったら指定した方がいいかなって思うんです。仮にこれ一番にはに人狼走ってて、例えば信教だった場合とかって適当なこと言えるんで、でグレーの位置だったら俺は、まあ、一番発言なかったからな。 ただ、初日の一番の思考は、俺、割と理解できてて、なんか理解できてない人がいるみたいなんだけどさ、えっと、なんだっけ、9番が言ったのって、なんだっけ、役なかったら8番釣りますって言ったのね。で、8番って、役の方好きに動いてくださいねっていうのが、役持ってないように見えるじゃないっていうのが1から9への指摘なの。それがわかるって言ってるから、なんだろうな、そこに気づいて釣りをしてほしかったんで、役じゃねえじゃん、もう8番釣りますっていいじゃんっていうのが9番。 僕が思ってるのはね、これですっきりしましたか。で、なんだろうな、4番が1番に気になる理由も全然わかんないです。僕、このグレーの中だったら1番が一番良かったから。で、5番は全く色落ちないし、5番別に釣ってもいい。2番も別に釣ってもいいって感じで一番、初日補正で1番以外って感じかな。俺は思ってるけど。 4番さんが発言します「はいお願いいたします」っていうところで1週目ね私2番さんが良かったのその理由ってまあ89は2週目じゃないかってそのやっぱり維持考慮の考えを持った2番さんに近くて1番さんは89を差別というか差をつけたわけでしょ。 8、9だったら9番さんが変っていう発言を残してるわけ。変っていうふうにね、9番さんの方が変って。疑うんだったら、やっぱり1周目変な人を釣りたい、差をつけたら9の方が変って残しておいて、その3番さんが1に対して印象いいって言ってるわけでしょ。で、3番さんは 8, 8に疑問を持ってたわけでしょ。だって1と 1>, 1番さんは9が変ってって3番さんは8に叩いてるからそこの違いって何だろうと思って2番さんは89番さんの発言を聞いて2周目でいいじゃないかって言ってるから私そこがね13の欄っていうかなんか疑問を持ってるから13変だなって思ったんだよね。で5番さんについては まあわからないわからないっていうこの状況でしょ。で、場面固まったら、まあまあ結局ドン進行になったんだけどね。8番さんの位置で。で、7番さんが平和村になりました。6番さん白ということで、9番さんが接続切れちゃいましたね。っていうことで、もう安定思考です。霊能はつり あなたの発言ですまあ9番の人が8番強靭と思って3 6怪しいってなるのかなっていうどういうことって2番手で6番白だよね7番ってどういうことって思ってる部分があるのとだから本当に釣り切っていいもんなのかなっていう気がしますから9番本当に9五に聞いてこれどういうことなのか説明してほしいんだけどね6番含めたの8番強靭と思って。 8番人狼だと思って、6番強人だと思って、36怪しいよ。100本ずって分かるけどね。と思いながら聞いてました。あ、なんかどっちもなんか、なんか、えー、グレーから行こうとしてるから、まあ、狼があるかもしれないし、9番がやらかしてるシンっていうのもあるかもしれないから、まあ、釣り切りをするだ、釣り切りっていうか、まあ、9番から行って、8番残すか残さないかって決めた方がいいんじゃないですかと思いますけども。どっちもなんかグレーから行こうとしてる。色を見たらいいのになと思いますけど。 思い、うん、ますけどね。本当に9番の弁明聞きたかったんだけど、僕が含めた理由いやー、わかんないよ。は例えば8、8級神教などして、31とかに4なんか三が1とか4が2をこう評価するっていうのがあるんでしょうかねで。わかんないでしょ。平和村を作ろうと思ってた人たちが。べたベタな LINE 作るよりは、1、3に狼がいて、4人にオカミがいるって感じで LINE 切り合ってるんじゃねえかなって、8級が神教だったら。 ただ、8級もになんかグレーから行こうとしてる。狂人がなんか狂人を消すために言ってんのかな。あと、シんンでやべえやつがいいんだろうね。9番,9番と8番のお互いの色を見ないってやばいと思うよ、もう俺、俺は。シの証って対抗の色見ろって思う。ほんと、やる気がないよ、ほんと、シーンは。ほんと、人外はいいんだよ。なんで対抗、対抗の色見ないんだよ。 6番さんが発言しますはいえー、まあちょっと5番さんが思ってたことを思ってましたうん9番が、えー、8を強で見てるのに636って言ってたのがもうおかしすぎるもう本心霊媒だったらもうやる気ないんで切った方がいいうん9番いきますで4番さんの3番への指摘はまあ そうですね悪くなかったかなと思います。うん。うん。3番目線だと、1番が結構真っ当な指摘だったのにもかかわらず、8番がおかしいっていうのは、まあ、若干矛盾してるかなと。まあ、単体精査をしてるっていう見方もあるので、1番は9番に、まあ、変だと思ってる。それはまっとうだ。8番は、えー、まあ、 霊媒視目線の見方じゃないよねと。単体清掃してるという意味で言うと、3番は、えー、そうですね、筋は通ってるんですけど、まあ4番の指摘は悪くはなかったかなと。ただ、まあ2番がなぜ、えー、っていう、なぜ、えー、市民を消してるのかっていう理由がなかったんで、僕は初週で、えー、9番、1番に対して公平の見方で見てたっていう点で、まあ、ちょっと人道の上から目線な、あのー、 そうですねえー、見方をしてるっていう可能性もあるけれども、えー、公平なところっていうのが市民を置きしてると僕は初週で述べたんですけど4番さんがその2番さんへの言及があまりなかったうん5番さんはちょっとマット位置になっ一1周目わかんない2周目はマット位置になってしまった今日9番いきます7番さんが 発言します今日はもうグレーいきます。で、騎士出るなら出てください。出なかったらもう、もうつられても、文う言わないでくださいね。もう1一本指定で。うーん。あの、発言ないから、やっぱちょっと考察にならないし。9話の,の状態。1つらなかった場合俺絶対、俺、ち占いするしかなくなって。 ちゃうから一の発言長くなかったから二周目だからもうゲーム性の担保として一番釣ります。担保じゃないしクいイとかじゃないってだろ。一番ぶらら。格負けだろ。まあ一番が言ってたんでゲーム明日に連れてけないやつを釣れるって言ってたんでまあ明日に なんか,かんないけど、家族の人が他人の人がわかんないけど、環境のあれだろう,どうか、ね。環境問題で置じりするわけでなく。で、9のシングリするんだったら今日グレーズしまあ明日別9釣ればいいんだから9シングリするんだったとしても。やって明日しか色結果出せないから、俺レンガミだから。<laughs> まあだからやっぱグレーちょっと広いのもきついかな 石は。うーん、ってことで、一、ごめんなさいね。まあちょっと、なんか、隣のば,ばあちゃんかなんとか、ともはもう横やりさしちゃかもしれないけど、ちょっと、発言聞けてないで、お習い先は一になっちゃうから、ゲーム性の担保として、一番からずらしてください。えぇ、九番死んだら負けだけど、いいのね、これ。九番がもうやる気ないなら行くけど、これ九番死んだら負けなら負けだよね。一番行くの嘘でしょっていう。 いや、一応、大人として9番行くよ、俺も。1番、占ったらいいじゃん。だったらもう、1番って発言ができないっていうか、発言できるようになるんじゃないいろいろその、問題処理すれば。投票を終了しました。見解なんないでね、7番と1番が。警報されるのは、1番3です。何してんの、このほら。すげえよ、まず。3が発言します。 はい。これは7番の言う通り、中間番から釣られるべきだと思ってて、あと生座頑張ってくださいってぐらいかな。まあ、8番ってさ、若干、まあ、何、ドーンでもいいよって言ってるのってさ、役持ってるときの可能性はあるわけや。9番ってそれ切って、番もさ9番九番あれ終われば発言できそうじゃん、7番に言う。8番に対して、役持ってなかったらあんた釣るでって言ってるんやから。 なんやろう、まあ、まあ8、9、僕も間違ってるかも分からんから、頑張ってくださいってぐらいやな。はい。隣のおばちゃんっていうか、知り合いのおばちゃんがおっただけですね。すさません。はい。これは僕、釣られるべきやと思ってます。<に>はい。ナラさんごめんね。ナラさんが張ってま回発言が飛んだぐらいで、なんか問題あんのなんだよ、9番が残ってる方が問題だろうよ。夜になりました。そのままお待ちください。じゃあ2回行かせろよ。2番、3番、4番。 かかせろよ活かせろろよよもう89で決め打ちすんの発言してないっていうかそこの処理が終われば発言できるだろうもう1の人ってそのままお待ちください された人はいませんでした。9番さんが発言します。はい。えっと1白なんで。あ、岸岸。まあ3番だろうね。2世は。はい。まあそれで切っときますわ。まあ俺はまあ単体で7の読書は書いている。 バっク漏れてました。後って何。まあ、一白なんで、まあ、八番狼も全然あるかなって現状持ってます。はい、あとは六番やっぱ巨人かなと思うし。はい。三八郎六強とかあるんじゃないかなとは思ってます、はい。まあ、直すに任せます。はい。も、ま、う、あ、全目線、多分。<laughs> まあ、全、全キレてると思うから。基 <laughs> 本マックス強じゃないですか、全目線。 なんで騎士進路と考えてもいいしまあ八番狼と考えてもらってもいいし巨人と思ってもらってもいいし、はい、まあ自身のまあ露定はできたかなと思うんで2周目の議論の中ではいそれだけ言って言きますはい。 まあまあまあ、まあ、これはあんま使いたくないけどチャットですから、まあ、準備してなかったとまあ3番2戦分かると思うんだけど7番に任せます進行はね普通、はい、に7番が7番カクテル防衛できるから2番3番残す進行でもいいし、はい、と思うけど、はい、で4番占ってもらって4番白だったら3番女将、はい、そんだけいいじゃないですか めちゃめちゃヒヤヒヤしたけど、6番越えします。はい、これはね、多分三3番ちょっときついんじゃないですか。は7番に任せます。3番軽くなったら3番だし、まあど、どういう進行強いんやろ。3番が狼だったときに、3番4番なくないのか、別に。何しら3番強靭、4番9番とか。4番9番若干見えるんよな、と思いながら。 まあ7番に任せるわ、進行は。ちょっと分かんないよ、俺、進行が。お店3番のんやけど。だって7番視点って3番の芯もなくないから。3番ご、3番も護衛できるって言ってるからね。2、3残す進行でいいんじゃない思うけど。おかしいんです。7番に行っとくとね。だよね、その進行しかないでしょ。あれれ残して、7番の鉄板護衛できるから。 まあ進行だけ教えてくださいならば。はい、3番さんが発言します。まあ、2番さんが死んじゃない要素を発言しますよいや。僕、別に出るつもりもそんななかったんですよ。賞味ね。つ、まあ、られないだろうと思ってたし。で、えっとね、 まあ4番釣りでもいいんだけど、その場合は新路新郎の狂人を滞在してる状況だと終わっちゃうからね。だからこういう心配をしなくていいのが2番という人狼なんですね。2番もこれ絶対人狼だから 5H 知ってるから。OK? だから、これ9番2番もしくは9番2番は切れてんな。だから2番8番もしくは2番4番って感じです。だから、まあどっちにしろ、 平気ななは足りなくなるよね。4番村、2番8番、562教授みたいなね。だから普通に2番を釣ってほしいんだけど、まあそんな進行はないと思うんだよ。7番が今日、芯を切り捨てていいっていう8期を俺は釣りたいんだけど。で、色つければいいでしょっていう話なんで。 どうですかその進行の方が俺はいいと思うけどリスクが少ないてかねうますぎ俺がうますぎはい以上四番さんが発言しますはいお願いいたしますっていうことでね。 3番さん c o 編集をお願いしますっていうことを伝えとくわ。3番さんの28はないんじゃないで ?9 番さん欲しいんだと思ってるの。9番さんの思考はね、38ローって言ってんだよ。38ってな。なんだろう今の発言。9が38って言って、今の三番さんが 2八、2八、おかしくね普通2九にならない ?9 番3から3番3にせって言われてるから、2番3、しんね。3番3、棋士だったら3つります。2番3がしんです。で、8九だったら、9が3、3八って言ってたんだよね。 いやでも8番さんの私心っぽいな。9番さんって接続切れてて戻ってきてて。例のはね9の方が偽。だから3級になるのか。5番さん白だもんね。5、6が白っていうことは3級で出てて2番さんの発言がね1個だけ引っかかった。9、4だろうって言ってるのが。 それはちょっとおかしかったかなあたら7番さん守れるんだもんねあなたの発言ですまあ村なんで6番も村だったら別に4番行って。 7番が23、どっちかど多分ローだから色つけたらいいんじゃない白じゃない方すればいいんじゃないっていう方法か、89勝負するって方法やねで。まあクロス越えしたらいいんじゃないうん、ロ守りよりも、あ、両守りでもいいけど、別に7番が連続で行きたかったらクロス越えだけど。まあ23に多分ロー出てるでしょ紙、紙から吸って。標準てよりは。だから白じゃないやつはもうそいつ釣にせっていうことで。 を取るか。まあ、4つる進行は6番が村という場合のみ。または8 9の進行。1番に関してはなんかトラブってるだけで、次のターン発言できるでしょ。な <laughs> んで位置ずりいってんのかなと思ったよ、もう。18でもいいから釣ったらいいと思ったけど、鉄続切れだったけど、うん、9番いきゃいいと思ったけど。な <laughs> に、何やってんのかなと思ったけど。 発言が次のターンでできなかったらだけど、二日目。できそうだったから別に、なんかト,ラトラブってるのが治れば、ちょっとちょっとなんか話し合ってら解決するだろうと思ってたからね。組み合わせはわかりません。私占いされても困るけどね。どういう進行取ればいいんだ6番だったら別に4番行く進行は取れるけど、これ2つ使えないでしょ。89はね、 一番が村だったらだから芯つるとやべえんだよな。うん。っていう結構難しいからもう7番のセンス。絶対占い結果落としたかったら両声だけど区別つかなくなるけど兄さうん。6、う、番、ん、さんが発言します。 はい。僕、教授じゃないです。市民です。えー、4番でもいいんですけど、4番が最後に言っていた、まあ、明日、7守れるもんね、っていうところ。いやー、演技だったら、賞、賞賛に値しますね。うーん。ちょっと人狼には思えなかったですね。最後の発言。いやー、3の、いやー、クロスボイよりまあ、3級ーロ,ーローで僕は終わると思ってるんですけど、 まあ、7場所には任せますが、まあ、初週2週目の発言聞いて、2番、岸、新を置してますね。うん。やっぱり初週の発言、91に対する見方っていうのも、岸、岸目線だったら納得できたんですよね。うん。まあ、初日からは岸だと思ってたんですけど。うん。3番。 うーん、初週二週目の騎士っぽくなかったなぁ。うーん。一、いいねって言って、八番。うーん。まあ、三の新切りで、三が一番いいと思うんですけど。まあ、僕目線、騎士と霊に、ローローが出てると思います。うん。はい。 三級で終わりだと思うんですけどね。うん。はい、お願いします。七番さんが発言します。 いや、これ5番強人やね。5番強人やろ、絶対。これ、俺、3一本指定で、もう負けたら俺の全席に追います。えや,や、っぱこれ、進路進路に見えるよ。やっぱたし、全視点で見えるでしょう。結果一緒、例の結果一緒と守り先一緒って。いや、進路進路に見えるよ。それで、 4番行こうみたいな思考にならんからだ。5番教授やと思うけどな。あとさ、7号への時はさ、チャット出ないのはわかるんだけど、6号へでチャット準備しないと絶対ないやん。止めたっぽくなるけど、だから3番いきます。負けたら森のせいでいい。俺がもう、パーパーだったってことでいいんじゃない。で、3つって、 まあ、もし3が陣外で落ちてんだったら明日迎えるから、その時はもう2進進行で、俺進路進路だと思ってるから、9、8どっちか占おうと思ってる。で、その色次第で、3、1決めればいいんじゃないかなって思ってるけど。 いや、やっぱ3が新機種主張するんだったら、ちゃんと仕様編集は準備すべきでしょ、ロックグッドジョブの場合って。いやー、無理だ、3機種は追えないわ。うん、で5のスムラも追えないから、もう3つにまーす8番、んが発言します。 ちょっと、やっぱ、大事な話をしなくちゃいけないな。うん。あれ、この流れってさ、わかんないけど。俺が、ね、急投票でなでみんなの新規進行からの、一グレー詰めだったんじゃないのまず。まあ、それを納得して1番さんが、7番さんの進行が正しいっつって。 そこぶれちゃいけないんじゃないかなと思ってるっていうのは、俺目線の大事な話。さらに、すごくね、なんかちょっと、ドーン進行みたいな話からで、グレイチみたいな話、3が怪って真っ先に言ってる <laughs>。俺ってすげえな、3の話じゃねえけど、俺ってすげえな、みたいな。ちょっと、力尽きた、俺は。はい。まあ、7番んに任すけど、3から行くんだと全責任をうつってんだから、いいけど。 まあ、そこは100歩譲って自分で言った話なんだからさ、9から行くって話の方がいいし、3売らない方がかっこよかったんじゃないの ?7 番さんって。俺は思うけどね。8番ってさ、3番怪しいてって言ってたよな、8番。3番怪しくなかったっけ投票してください。アバターを選択できます。

3番もなんでチャット打たねえんだろう ?C5 編集苦手な人がもらってたから,から発言しますはい負けちゃいました負けちゃいましたよ <laughs> いやだから俺7タップしてたよ <laughs> 夜になりましたそのままお待ちください ください昨夜襲撃されたのは2番「3」です4番「 さんが。発言します。はい、お願いいたします。三番さん黒。九番さん白。じゃあ、八番さんが偽よね。八三郎郎。八三ロ郎だったんだ。で、なんで五番さん。五番さん、あたし投票なのよ。五番さん狂人。か。 2が噛まれてる新規士3が人狼その相方が9番3四郎っていうことは,9は、うん、3八郎ロだよね私市民なんでじゃあ8番3投票ですはい8番3投票入れます あなたの発言です。はい投票ですかまあ別に票アピオしてるだけですあの7番もう恐ろしいなと思ってますよ俺急投票してるだであの店だと思われてるところに投票する教授ってどこいんのんまあだからお遊びで言ってます3番のおかしな点はね一番とったことなんですよ一番が白いと思ってる人だから絶対に 1>, 1番釣れないはずなんですよ。2番か4番か5番なんですよ。うん。だから、おかしいと思いましたよ、そこのところは。まあ、チャットがまずそもそもおかしいのはわかると思うんだけど、1番を釣ったことなんです、3番が。変だと思ったのが。うん。まあ、6が無駄なら4釣って8は可視格です。ただいいんじゃないですか。7番は勝手に決めて8番行ってもいい理由は、3番釣りたがってなかったし、うーん。 まあ、8番は、8番もおかしいんですよ。2周目に3番がおかしいって言ってる人が、7番が3番に揃ってったら、いやいやいや、私の新進行でしょうって言って、あの、2周目どこ行ったのかなって思っちゃ、思っちゃいました。はい。まあ、カツタ6村だったら4から8の方がカツタなんですけど、いいんじゃないですか。8番から行って、 7番のやりたいようにやったらいいんじゃないですか。うん、別にいいですよ。もう8も4も。まあ、本当は、真の可能性がある8の方から占ったら一番良かったけど。でも8番3番一応あるかもしれない。だから人ってすごいっすよね。自分を信じてる人を釣るとか、1番が白いと思って釣るとか、3番が黒いと思って3番釣るのためらうとか、すごいっすよね。うん。6番。 さんが発言します確かにそうですね確かにそうですまあただまあ昨日の盤面で4番に向こうとして今日も4番って言ってるんでまあ5番強人だと思ってますうんいやーまあ8番行くしかないでしょ昨日3番さんだから7番タップしてたのにって言ってて。 で、まあ、昨日、八番さん、急に、急の新切り進行でしょうって言い出したのが、もうおかしくてたまらなかったですね。うん。さすがに、もう言うことないですけど。はい。はい。八番いきます。 7番3が発言しますこれ別に4番狼の時ってさ8番9番どっちか分かんないでしょなんかなんかそれ,がそれも結構ドキドキするんじゃない4番狼の時いやもう今日8吊りでしかないんだけどまあ 4番が9、4番だって9番噛んじゃったら、もう絶対負けじゃん。だから9残すさい。2個俺ら村目線はあるんだよ。8が狼だったら終わるし、四8が死んだったとしても、ん違う。8が狂人だったとしても勝ちでしょ、もう。9噛めないからどっちにしろ、4番が。 まあ確率3分の2で8番釣るんのが丸いんじゃない ?1 個懸念はもうあれ3黒絶対バレる盤面下で3に行けないことを8番が八ローの時やんのかなっていう懸念だけある。だけど まあ8番強靭もあるから、まあ、8番から釣り入れよ間違ったらもう俺の責任でいいんだようん8番釣ります8番さんは発言しますいやだが昨日も言ってんじゃん表を見らよ <laughs> <laughs> ちゃんと。三人行けないなんて言ってねえじゃねえかよ。<laughs> 何を言ってんだよ、ほに。一日目、一をグレーから詰めるみたいな話のところで、急切り、急、急切り進行で行こうっていう風な話でしょっていうの7番さんが足しててさ。 なんだよ、もう、まあいいけどさ、俺、俺、つってもさ、<laughs> ワンんねえもゲーム終わってるからいいんだけどさ、いやもう、いまだに、この子にを呼んで、8疑う意味わかんなくねな,なんか、なんでしょを飛ばさなきゃダメなの。 九番さんを二節したってなの。おかなくねえ、俺。わかんないけど、私の六番さんみたいなとこ。を入れながら3、三六が怪しいみたいな。話をしたって、まあ、一応俺は四番行けば、多分六村だから。もっと四番行けばがる、賢い。わかんないけど。霊能カード持ってた、八番さんについて、うん、役持ってたっつ、ケアみたいな話。まあ、仮に九番さんが占い師だったら、みたいな話でしょいいう。ん。あともってよっか。 サンバーさんが提唱してたところの、なんだろう、飛躍すかしみたいな話においてさ、分かんない、ドン進行の時に、役の皆さんにどういうふうな形で言うんですか、役使わないでどう言うかっていうの伝えてほしいぐらい、捏造してたっていう話、ヒんと説明しなかったけどさ。 多分、六村だから、8俺8村だから4番通しするけど一番最初に言ったの誰って話誰誰 ?794 は8行くからいいけど、6番が4番行った瞬間、俺も8行くけど、問答無用で。だからだ 6は多分ローじゃない、多分強人じゃないから、俺は4行くけど、4行って8が貸し借だから。うん、自身が村主張するんであれば4の陣間要素を上,上げるんだよ。4番確定人間の格好を上げるんだよ。俺言ったじゃねえか、8番の黒要素は。3番に行こうとしなかった。語ってないから。陣間要素を上げてないんだから。俺の価格で合ってて合ほしい、うん。だからもう、4番が黒が言えねえんだから、釣られたらいいじゃん。大人として4番行くけど、6番の投票見てから。6番が4番行ったらもう絶対8番行く。まあ、初心はかもったの、3番、6番で。 八番思考がまたいこう中の一瞬目の思考開始がまあ、発言を考える中での自身への発言の矛盾感でしたかあと九番も一瞬目思っただったらちゃんと言ってくれるなここっ,てのって説明一週目も六番だと思ってるということはやり直しは。ま八番ってください。終、ま、わ、あ、なければま四番釣るだけのゲームなんで。はい。以上。 まあ負けると思った例占いだから多分まあ多分大丈夫だと思います38だと思います多分3番の発言から4番よりは8の発言聞くと8番の3番黒いがライン切りな気がしますあ一応6の投票コードを見ます一応僕の中の活躍なんです48って言えばはいされるのは味釣りで多分普通に 終わってほしいけど終わんねえのか。おい !8 番さんが発言します。もう9番のさんの発言はこうで、8番さんは自己弁明がで無,無理だから7の占い先って、どっちかと八8に使わなきゃいけないんだよ。だだよただ8番強人にかけたら,いいたらまだ分ける。番8番強人これ。分かる ?8 じゃねえか。八番強人って <laughs> 分かる,分かる,人るこれ奇跡の占い。ありなくなないんか、9の考察。 だから初週から怪しまれンゃャーでの,の考察って思っちゃいました。わかんない。ちょっと6強人で思った理由とか一生懸命考えてるなんで、6番じゃなくて8番って自投票してんの ?4 行けよ。いやー。ある<れ> ?3 行きたがってないって、これ強人な,なんだこれ俺思い出せない。なんかそんな八8番って本当に四番が3、4ローローってなんで言えねえの ?4 番がいないのい いや九9番さん8番の方がやばいと思うけども、4番がいないの ?4 番はどこ行ってんのこれ。夜っちりましたちんの 4だから7番に行ったじゃん24とか13は存在しないけどい 1>, 1か3にロう2か4にローがあるって言ったじゃん89信教ならばうん 襲撃されたのは7番さんです。9番さんが発言します。はい、まあ6番さんすいません、バイアスかけてしまって、まあ俺は1周目の96番から9番への思考が理解できず、えっと俺は8番にす。別に釣り要素としてまあ言ってないし、まあ、役を持ってたからこその8番にゲットたから。 まあ、怪しむしては持つけど、釣るまで行ってないから、そこが6分の7限球が9番に対して遠なんか、変な返局してるなと思ってたし、6番が3番思考をなんか理解できるみたいな感じ出た気がするから、まあ、初心が良いかもってったら3番やったから、まあ、質に上げさせてもらっただけですね。でもさ、残念。俺、真なんで4番釣ります。はい。残念でした。はい。以上、4番釣り。 四番さんが発言します。はい、お願いします。なに、なんだって九番さん釣り？え、何どういうこと？九釣ればいいの？ちょっとって、なんちっと最後九番さん。 9投票すりゃいいの ?9 <laughs> さん、<laughs> ちゃんとしてよ、ちゃんと。<laughs> 何なの,その、その発言って。いやー、マージね。え番さんすまないね。なんとかなんとかって言って。 4つりますって言ったよね9番さん。4番さんつりますって言って9つりますええ <laughs> 3番ちゃんごめんマジごめんどういうことよえ9番ちゃんお願い言って強靭だったら強靭マークつけてお願いだから。 いやー私が下手打っちゃったよごめんごめんマジごめん木村さん強人心霊の8番さんどっち <laughs> わかんないな移りますああはいうんはい わかりました。はい。で、あ、まあ、5番ってね、あの状況で9番投票できてるから初日ね、強人じゃないですね。強人だったら一番喜んでいくと思いますい。まあ、微妙だけどね。一番黒いと思ったら、まあ、白いところの2、3、4あたりに投票するとか、えっと、6番に投票するとか、まあ、そういうこと。6番発言で多分強人がないこと分かったんで。うん、8番、9番いけたり、3番にいけ,いけてるから。 強靭がないことが分かったんで、俺の中の価値格は4行ってから8だったんで。それだったからっていう。なんか八番の発言怪しいなと思ったから、これ83なのかと思ったら。43で普通のやつだったんだね。<laughs> ああ。ああ、そうですね。八番さん、本当に死んだと思うわ。うん。43ローローが言えずに、4番の黒要素曲げれずに、自投票までしてるから、うん。心霊能ですよ。今の強靭なんですよ。ああ、もう負けましたね。 9番投票されたら僕たち勝ち目がないっす。本当に8番心霊のだよ。鏡だよ。4番黒が言えないし、自投票するし、これが心霊のだよ。9番の方が巨人だよ。村もう負けだよ。さあ、ということで4番いきます。以上です。はっ、はっ。6番さんが発言します。はい、えー。 自投票します。ええー、8。強人だよ。投票見てみな。自投票するえー、4番に投票するんだろ、シンは。9番が強になったら強人使用するんだろ、大丈夫だってか、か4番行けばいいだろ。なるほどね。うん。4番行けばいいだろ。 あの、不安を覚える発言しないで。俺のは最後にちゃんと4番行きますって言ってんだから。不安を覚えるのが。うか今4番は少なくとも9いくから勝ち負けだからもう。いや、まあ一応4番行きたいけどな。あの、大丈夫。一応じゃなくして確実に4番行投票しています。以上です。あの、大丈夫これ。夢見てる。投票してください。まあ、い投票してください。アバターをタップして選択してくはない。 9番の方は8番の方が3番ためらったのはそういうことだったんだ強人だったんだよ8番はあのもう4番行きたがってないわけわかんない発言って強人だったんだよ4浪しかないけど6番ふざけてんでしょでも俺は一応4番行くって言ったから追放されるのは4番3です試合終了 勝利しました。危ねえ。うんん